坂口学美は文化放送のアナウンサー。奈良県立奈良高等学校を経て、神戸大学発達科学部人間表現学科を卒業。3歳の頃からピアノをたしなみ、高校在学中は生徒会長を務め、大学在学中は応援団でチアリーディングを担当したほか、山和郡山市主催の第28回場を卑弥呼コンテストでグランプリに選出される。 高校時代の部活は、K 音楽部。担当は最初ギターだったが、後にドラム、キーボードに変わっていったという。2012年、愛媛朝日テレビに入社。2013年11月に、奈良高等学校90周年記念式典で、インタビュアー兼司会を担当した。全国高校野球選手権大会中継で、各高校のアルプスリポートを担当して、 高校野球が私の原点と語り、お笑い好きが講じて、同期社員とコンビを組み、ジャコテンスプラッシュとして、M、M-1 グランプリに出場し、アミティと、自ら名乗った。愛媛朝日テレビを退社して、2020年4月1日、文化放送に入社した。奈良県立奈良高等学校愛媛朝日テレビ、文化放送が3人のアナウンサー採用、坂口学美アナは、M。 一グランプリに挑戦したことも、中日スポーツ。2020年4月4日閲覧。奈良経済新聞 AB ラジオライフ2021年6月号、坂口学美インタビューより愛媛朝日テレビ、外部リンク説掲載の文化放送による、プロフィール参照。文化放送が3人のアナウンサー採用、坂口学美アナは、M、一グランプリに挑戦したことも、中日スポーツ。 2020年4月4日閲覧。文化放送、M-1 挑戦の異色新人アナコンビ、解消の危機投げくも同期タックで、リベンジ狙う。スポーツ日本。2020年6月17日閲覧。コンビ情報ャコテンスプラッシュ。M-1 グランプリ公式サイト。2020年6月17日閲覧。4月より3名のアナウンサーを採用。坂口学美。 松井タスクユリ、山田渡るきじ文化放送公式サイト2020年4月2日、閲覧。新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言発令を受け、社から自宅待機指示を受けた八木直の代演として、2週間限定で出演。ありがとうございます。